アグニ諸島は日本の沖縄諸島を構成する島諸群の一つ。沖縄本島から約60キロメートルにし、久米島とケラマ諸島のほぼ中間に位置する。アグニ村のアグニ島とトナギ村のトナキ島といる砂島からなるが、両村間も離れているため、アグニ諸島の名称自体、地図などの公式なものにも表記されていない。そのため、アグニ、トナキ両島間を結ぶ航路はない。 天気予報などで使われるケラマ、アグニ諸島は上記の島々にケラマ諸島が加わる。ちなみに2002年に天気予報が地域再分化される前、アグニ村は沖縄本島北部の管轄だったが、現在は一軸分では沖縄本島中南部になっている。2002年に沖縄気象台が気象情報で発表する注意報や 警報の発令区域を細分化した際、都なき村も予報範囲に含まれる沖縄本島中南部をより細分化し、南部、中部、そしてケラマ、アグニ諸島とした際に初めてアグニ諸島という名称が使われるようになった。以後、もっぱら天気予報や気象情報においてアグニ諸島という名称が使用されているが、その他の用途でこの故障が用いられることは稀である。 北側にアグニ島、南側にトナキ島がある。主な交通手段としては、アグニ島へは、那覇港から、ソンエイフェリーニューフェリーアグニ、那覇空港から第一航空の BN- 2アイランダーがそれぞれ就航している。トナキ島へは、那覇港から、久米商船が、フェリー琉球または、フェリー開放が久米島への経由地として就航している。ありがとうございます。